皆様、こんにちは。10月16日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。最初やっぱり4時間足からドル円見ていきたいと思います。ドル円の4時間足、非常に上値が重たく、ご覧いただいてますように、4時間足の雲、並びに200移動平均線、90移動平均線がこの辺に固まっております。これを見ますと、200移動平均線が100飛び5円の572、あと90移動平均線が100飛び5円の559、そして、雲の下限が100飛び5円の525です。それで私は100飛び5円の、朝方置いた、水準ですけれども、100飛び5円の55で、売りを指して、ストップは、100飛び5円の80、赤い線で引いてございます抵抗線ですね。並びに、ちょうど現状のですね、4時間足の雲の今、上限が少しずつ今下がってきて、今、100飛び5円の75ぐらいまで下がってきておりますけれど、基本はですね、100飛び5円の80超えたら損切る。利食いは100飛び5円の丸5でイメージをしております。ユーロドルです。ユーロドルは、これも上値が非常に重たく、ちょうど4時間足で、200移動平均が 1.17729 で、ちょうど90移動平均が 1.1744、あと4時間足の雲の下限が 1.17 の565にあります。自分としてはそういったいろいろ上値抵抗線ありますので、1.1745 で売りを入れてみたいと思います。ちょうど90移動平均線近辺ですね。45で売りを。そしてストップを 1.1775 に置きたいです。このちょうど200移動平均線の、200移動平均線の上ですね。その上には雲の上限もありますけれども、ここまで持ち上げられたら一旦切るつもりでいます。利食いとしては、1.1660、ちょうどこちらの辺のですね、下髭が揃っているところ、1.1660 で利食いをしてみ、たいと思います。ユーロ円です。ユーロ円は、123円の55、ちょうどこのあたりですね、髭が、上げも下げも止まっているようなポイント。で、123の55で戻り売りを。そして、123の85。ちょうど、こちらもですね、下髭、上髭、ここで止められているポイントで、上値抵抗線になると思っています。124円台まで引っ張っちゃうと、ちょっと、損切りが大きくなるなという気もして、123の55の売り、できたら3の85のストップというふうに考えました。本来ですね、124円の雲の下限を突き抜けたらとかっていうことであれば、ある程度安心なのかもしれませんが、今晩ですね、そのポンドが例えば大きく跳ね上がったような時に、ユーロドルも跳ね上がってしまい、ユーロ円も上がってしまう可能性もあるので、あんまりストップを深く置きたくないなというふうに思っています。利食いは122円の90でイメージをいたしました。これも、ヒゲが揃ってるところですね。122円の90の利食い。ポンドです。ポンドは、先ほど出てましたイギリスの外務大臣ラーブさん。内容を読みますと、スカイニュースに対して EU 首脳会議の結論には失望した。今後妥協すべきは英国だと言われたが、それは交渉としては正しくはなく驚いた。この点についてはジョンソン首相がこの後詳しく説明すると思うと述べた。ただそれでも合意に近づいている。双方に善意があれば合意に達すると述べた。ということですが、実際問題、どのような要するに対応をするのか、欧州が歩み寄らずにイギリスだけ歩み寄るということは、これはもうちょっと私は考えにくいと思っています。欧州が例えば何かで歩み寄って、英国が歩み寄って、まあ、合意に向かうという筋書きであれば、ポンドはもう少し買われる可能性も当然あります。その辺を踏まえて今若干ショートカバーが入って、135円の60台から136円の戻りの高値ですね、6円の20台まで、272まで買い戻しが入っておりました。まあ、これ以上 どんどん上に何も材料がないまま上がっていくことは多分ないだろうというふうに思います。パッと見で見て、136円の60近辺であれば、1回は叩いて売ってみて、そして、ごめんなさい、まだユーロ円でしたね。ポンド円で見れば、136円の60近辺であれば、1回売ってみて、136円の80超えたら、これはもう1回損切りで、あとは、利食いとしては134円の80ぐらい、5円割れのところですね。ぐらいのイメージで、考えてみたいなと。要するに、交渉がうまくいかないということであれば、ポンドは売られるでしょうし、やはり、合意に向けて努力をするんだと。双方が努力をするみたいな、玉虫色の発言が出れば、これはポンドは買い戻されます。したがって、差し値は当然、夜の時間帯も入れられないですけれども、その動きがあれば、とりあえずそのあたりで1回はまず止まるでしょうから、動きの中で順張りをしていくと。逆張りはしないという方向かなというふうに思います。オジエンです。オジエンについては、もし売るのであれば74円の85近辺。ちょうどこちらの、下髭、上髭が止まっているポイントで74の85で売って、75円の20で、ちょうど21移動平均のあたりで損切る。利食いは74の15近辺、下髭を止めているポイントでイメージをいたしました。まあ、今日につきましては、もう注目はそのボリス・ジョンソン首相の発言、英国と EU とのその通商交渉が果たしてどうなるのか、態度を今日表明するわけで、もうやっても意味がないというようなことの発言が、例えば出てしまえば、ポンドは激しく売られるだろうというふうに思います。まあ、それまでちょっとポジション調整をしながら発言待ちかなというふうに考えております。また今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。これで、今晩の相場展望チャート分析編を終了させていただきたいと思います。それでは今晩何かございましたらよろしくお願いいたします。それでは失礼します。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく、YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき、取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントをいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中値トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ口座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。